平野仕様のジャニーズ脱退後の新たな可能性。TBS の黒ギサ再ドラマ化や海外デビューに期待。異例の展開に注目。元、キングプリンスの平野仕様26がジャニーズ事務所を辞め、新たなキャリアを模索している最中、彼にとっての新たな道が開けつつあるようだ。 長らくジャニーズとしての活動を支えてきた平野にとって、一転して仕事が途絶えたという事実が明らかになった。しかし、ジャニーズ事務所の内部問題により、平野に新たなチャンスが訪れている。この記事では、平野仕様のこれからのキャリアと、意外な共演の可能性について探ってみたい。セクション1、やめじゃに平野仕様の新たなスタート。 平野の仕様は5月22日にキングプリンスコー,オープの脱退を発表し、さらにジャニーズ事務所からの退場を決意した。しかし、この新たなキャリアのスタートは順調とは言えない状況だ。平野はジャニーズを辞めた後、滝沢秀明が設立した新事務所、飛べに参加したが、それにもかかわらず、仕事のオファーがほとんど舞い込まなかった。 セクション2、やめじゃにというハードル。平野仕様の新たなキャリアにおける難関は、やめじゃにというラベルである。このラベルは、ジャニーズ事務所を辞めたアーティストが新たな活動を始める際に直面する一般的な課題である。テレビや音楽会社は、かつての所属事務所の人気グループに対するファンの期待や、彼らのイメージに配慮しなければならない。このため、 平野のようなアーティストが新しいチャンスを手に入れるのは容易ではない。セクション3、ジャニーズ事務所の崩壊と新たな可能性。ジャニーズ事務所がジャニー北川氏をめぐる性加害問題に揺れ動いていることが、平野市要にとっての転機となった。 新社長である東山紀之氏は、やめじゃみに対する圧力を減少させ、アーティストたちに新たな可能性を提供すると宣言した。この声明により、平野にとっての新たなチャンスが広がった。セクション4、TBS のオファーと、クロサギドラマ化。平野氏用に新たなオファーを出したのは、TBS である。 TBS は昨年10月に動画配信サービスネ n e x t ー v e ー放送されたドラマクロサギの成功により注目を浴びていた。このドラマは山下智久が主演を務めた2006年の作品をリメイクしたもので平野は詐欺師の役で出演しその演技が話題となった。さらに浮上しているのは平野と山下智久の共演説である。 ジャニーズを辞めた二人が再び共演する可能性が高まっており、それはファンにとって喜ばしい展開と言えるだろう。セクション5、クロサギスペシャルバージョンの制作。平野紫をと山下智久が共演する可能性を生かし、ウーネクストはクロサギのスペシャルバージョンを制作する計画を進行中である。 この特別版は3話限定で、制作予算は1億5000万円にも及び、高品質な制作となる見込みだ。このプロジェクトは平野にとって大きな注目度を集めることでしょう。セクション6、平野仕様の海外デビューの可能性。ジャニーズを辞めた平野仕様には、海外デビューの夢があると言われている。 彼はダンスや歌を通じて海外市場での成功を追求したいと考えており、新たなキャリアの中でその夢を実現する可能性が高まっている。ジャニーズ事務所の制約から解放された今、彼の海外での活動が具体化することも十分考えられるだろう。平野紫耀の新たなキャリアが開花。 やめじゃに平野の仕様は、ジャニーズ事務所を辞めた後も新たな道を切り開こうとしている。ジャニーズ事務所の崩壊により、彼にとって新たな仕事のチャンスが訪れ、それは意外な共演や海外での活動への可能性を開くものとなっている。ファンは彼の新たな活動を期待しており、今後の彼の活躍に注目が集まることは間違いないだろう。